私の名前はクミ。専業主婦をしている28歳です。旦那の亮太とは共通の友人からの紹介で知り合いました。背も高くてイケメンで優しい。おまけに大手企業に勤めている。亮太はいわゆるハイスペック男子で何もかも完璧でした。それに比べて私なんて特に取り柄もないし美人でもありません。正直私には高嶺の花だな。最初はそんな風に感じていました。一方亮太の方は私のどこを好きになってくれたのか猛アタックをしてきました。亮太は私の容姿だけではなく中身をしっかり見てくれたことがとても嬉しかったです。その後お付き合いをするようになり結婚まで至りました。亮太はとても優しくて私のことをいつも一番に考えてくれます。この人とだったら毎日幸せな日々を送れる。私はそう確信していました。でもあんなことになるなんて。結婚の挨拶で亮太の実家に行った時のことです。そこで私は初めて義両親に違和感を感じました。まだ結婚しないのかってお父さんと話してたとこだったのよ。クミさんがお嫁に来てくれて嬉しいわ。可愛らしい子じゃないか。嫁に来てくれてよかったな、リョータ。義母も義父もそう言って喜んでくれました。でしょ、俺見る目はあるからね。リョータも嬉しそうでした。ところで、久美さんの出身大学はどこなの？ああ、私は専門学校しか出ていないんです。あら、そうなの？義母はなぜか半笑いでした。そのことに少し違和感を覚えました。もしかして学歴のことをバカにしてるのかな？ご両親はどんな仕事をしていらっしゃるの？どうして両親の職業まで聞いてくるんだろうと少し気になりましたが、今後親戚になるわけだから、それは当然のことなのかなとも思いました。お父さんは会社員をしていまして、お母さんはスーパーで働いています。あら、共働きなのね。大変そう。義母のその言い方には少し悪意を感じるというか、小馬鹿にしているように思えました。正直、学歴や親の職業のせいで結婚を反対されるんじゃないかと不安でしたが、それ以上は何も聞かれなかったし、特に反対もされませんでした。うちの家系はみんな優秀でね、亮太もお父さんもいい大学出てるし、会社も大手でしょ？あ、はい、そうですね。見合う嫁になれるように頑張ります。そうね、頑張ってね。ところどころ義母の言い方が気になるところはありましたが、義両親は温かく迎え入れてくれたので安心しました。じゃあこれからよろしくね。あ、はい、今後ともよろしくお願いいたします。緊張した義両親への挨拶も無事終わり、私たちは晴れて結婚することに。結婚してからは亮太と2人でマンションを借りて2人暮らしをすることになりました。亮太は仕事が終わればまっすぐ家に帰ってきてくれるし、私の手料理も毎日おいしいと言って食べてくれます。毎日平穏で幸せな日々を送っていました。そんなある日、亮太から専業主婦にならないかと話をされました。俺の収入でも十分やっていけると思うし、今後子供とかも考えていきたいからさ。それに俺家事苦手だから、クミの負担減らしたい。亮太は優しさでそう言ってくれました。今の仕事はあまり向いていないと感じていたし、そう言ってもらえて正直とても嬉しかったです。私は亮太の優しさに甘えて専業主婦になることにしました。
家事あんまり手伝えない分、俺は仕事頑張るからさ。ありがとう。私も亮太のことを支えられるように頑張るね。こうして私は仕事を退職して専業主婦になりました。すると仕事を辞めたことを知った義両親から電話が来ました。あなた、仕事辞めたんですってね。あ、はい。義母の強い口調に恐怖を感じました。もしかしてそれが目的で亮太と結婚したの？え、目的？義母が何の話をしているのかさっぱりわかりませんでした。何のことですか？とぼけないでよ。仕事辞められると思ったから亮太と結婚したんでしょう。最初からお金目当てだったのね。ね、違いますよ。私がどんなに否定しても義母は聞く耳を持ってくれず、一方的に罵られました。亮太のお金でただ飯食べるつもりでしょう。許さないわ。いや、そんなつもりありませんから。だから結婚は反対だったのよ。その言葉にはとてもショックを受けました。義母からそんな話は一度も聞いていないし、亮太からも何も聞いてませんでした。勝手に仕事辞めるなんて。お母さん、聞いてください。亮太とちゃんと話し合って決めたことなんです。それにお金目当てで結婚したわけでもないです。家事一生懸命やるつもりなんで。私が誠意を持って説明すると。まあいいわ、あとは亮太に話をするから。そう言って電話を切られてしまいました。そのことを亮太に相談すると、実は二人とも結婚に反対してたんだと言われました。なんでそんな大事なことを言ってくれなかったの？ごめん。私はてっきり義両親からも祝福されているものだと思っていたので、とてもつらかったです。どうやら義両親は陰で私のことを育ちが悪いとか貧乏な家だとか、私の両親のことまでバカにしていたようでした。うちの両親頑固だしさ、学歴とかで人のこと判断する人たちなんだよ。俺からちゃんと説得したから気にしなくていいよ。亮太は私に余計な心配をさせないためにわざと隠していたみたいです。専業主婦になった理由も俺からちゃんと説明しておくね。うん、ありがとう。その後、亮太がちゃんと話してくれたみたいでしたが、義両親の私に対する嫌味が減ることはありませんでした。義実家に行った時には亮太が席を外すと必ず義母から意地悪な言葉を投げつけられました。この貧乏人がうちのお金にたかって、なんで亮太は気づかないのかしら。たかってなんていませんよ。どうだか。そこへ亮太が戻ってくると、何の話してたの？ただの世間話よ。義母は平然と嘘をつきました。亮太は私のことを義両親に説得してくれているのに、私は任せっきり、何もしないのは良くないと思い、なるべく義両親に受け入れてもらえるよう努力するようにしました。まずはお金目当てだと言われないために、在宅でできる仕事を始めることにしました。これで生活費の足しになれば、お金目当てじゃないことを証明できると思ったのです。そこでもともと趣味だった絵を描くことを仕事にしてみることにしました。家事の合間を見つけては、仕事をやっているうちにイラストレーターとして少しずつ稼げるようになりました。これで少しは分かってもらえるといいけど。私は義両親に報告しました。しかし義両親は全く認めてくれませんでした。家で絵を描くだけで仕事になるわけないだろう。義父には冷たく言われてしまい、義母には、どうせイラストレーターって言っても趣味程度なんでしょ。
結局りょうたが働いてる間、絵を描いて遊んでるのね。いや、遊びじゃないです。とにかく、そんなもの仕事とは呼べん。そうよ、媚び売りたいのか知らないけど、そんなことしても無駄よ。そんなことやめてちゃんと家事しなさい。そうだぞ、女は家のことをするって決まってるだろ。余計なことはするもんじゃない。義両親は全く相手にしてくれませんでした。今まで義両親は良太の前だと私には嫌味を言わなかったのに、その日は良太がいてもお構いなしでした。ちょっと二人とも言い過ぎじゃない。クミは一生懸命頑張ってるのに。良太は私をかばってくれましたが。お前は黙ってろ、今クミさんに喋ってるんだと義父に怒鳴られてしまいました。もう帰ろう。義両親の態度に呆れたのか、良太は私の手を引っ張り玄関に向かいました。まだ話は終わってないだろう。引き止める義両親を無視して私たちは家を出ました。帰りに良太は落ち込んでいる私を慰めてくれました。いいよ、無理しなくて。俺たちのことはうちの親には関係ないんだから。うん。もしかして俺がいない時にもあんなこと言われてたの？まあね。本当にごめんね。いや、しょうがないよ。気にしなくていいからね。ありがとう。でも私は義両親を見返して何とか認めてもらいたい、そう思うようになっていきました。私は睡眠時間も削り仕事をするようになりました。そんな私を良太は心配しつつも応援してくれました。そして数ヶ月後には生活費をほとんど私だけで賄えるほど稼げるようになりました。そのことを義両親に私から報告すると、また信じてもらえないかもしれないので、今度は良太に報告してもらうことにしました。すると、すぐに義母から電話がかかってきました。あなたまだイラストなんて描いてるんですってね。遊んでばっかで家事もろくにしてないんでしょ。そんなことないですよ。ちゃんと家のこともしてます。本当かしらね。それから、あなた、良太のお金で両親に仕送りしてるんですって？いや、仕送りは自分の稼いだお金ですよ。実は、お金にも余裕が出てきたので、親孝行のつもりで仕送りをしていました。とうとう、貧乏な実家にお金を流し始めたのね。全部返しなさい。良太が一生懸命働いたお金でしょ。いや、だから私が稼いだお金で仕送りしてるんです。大学も出てないくせにそんなに稼げるわけないでしょ。学歴は関係ないですから。良太から聞いてないんですか？良太はあなたに騙されてるのよ。もう何言っても聞いてくれなくて。騙してなんかないですよ。義母のひどい言いがかりに腹が立ちました。どうせあなたがうまく言いくるめてるんでしょ。もううちの子に関わらないでちょうだい。私たちの遺産だってみんな持っていくつもりなんでしょ。そんなつもりありませんから。いいから早く離婚しなさい。もう二度とうちに来ないで。お母さんももう少し聞く耳持ったらどうですか？何よ、貧乏人のくせに生意気ね。もう話にならないわ。そう言って電話を切られてしまいました。義母は何を言っても私のことを認めようとすらしてくれませんでした。あんなに聞く耳を持たない義両親をもう説得できる自信がありません。良太も完全に諦めていて、義実家にはなるべく行かないようにしようという話になりました。ごめんね、私のせいで。クミのせいじゃないよ。うちの両親が悪いんだから。良太はそう言ってくれましたが、私のせいで良太まで義両親と仲が悪くなるのはとてもつらかったです。
それから月日は流れて、私の仕事も順調に利益を伸ばし、ついには亮太の収入を超えるまでになっていました。クミは本当にすごいよ。家事もこなして仕事も俺より稼いじゃって。たまたまだよ。そこで提案なんだけどさ、今年の正月親戚が大勢集まるみたいなんだよ。一緒に実家に帰らない？え、亮太の実家に？そうそう。亮太は何やらニヤニヤしていました。そして私は亮太の計画を聞いて、久しぶりに義実家へ行くことを決意しました。1月1日のお昼ごろ、私たちは義両親に何も言わずに義実家を訪れることにしました。私は義実家の家の前に車を止めて降りると、義両親やおじさん夫婦が家から出てきました。私が運転していた車を見て、みんな唖然としていました。どうしたのその車は。それ高級会社だろ。義父は唖然としながら聞いてきました。車古かったんで買い替えたんですよ。私はドヤ顔気味に言いました。すると義母が、亮太よくそんなお金あったわねと言ってきました。亮太は助手席から降りてきて、この車は久美が自分のお金で買ったんだよ。そう言うとみんなはなおさら唖然としていました。いやー、こんなかっこいい車初めて見たよ。おじさん夫婦が車に近づいてきて、物珍しそうに眺めていました。亮太くん、いいお嫁さん捕まえたじゃない。亮太は、そうなんですと照れながら答えていました。それで久美さんは何のお仕事してるの？フリーランスでイラストレーターをしています。私は胸を張って堂々と言いました。するとおじさんは、そりゃすごいね、才能あるんだねと私をベタ褒め。その時、仕事頑張ってよかったなぁと心の底から思いました。久美さんすごいね。ねえ兄さん。おじさんは義父の方を振り返りそう言うと、そうだね、頑張ってるみたいだねと苦笑いをしていました。義母も一緒になって、さすが亮太のお嫁さんねと引きつった笑みを浮かべていました。義両親の手のひらの返しようを見て、私は笑いを耐えるのに必死でした。ざまあみろの一言でも言ってやりたかったけど、おじさん夫婦の前なので我慢しました。しかし亮太は我慢できなかったようで、この間まで二人ともイラストレーターなんて仕事じゃないってバカにしたよねと言い出し、その場は一気に凍りつきました。そんなこと言ってないだろう。変なこと言うんじゃないよ。そうよ、誤解よ。私たちは久美ちゃんのことを応援してたんだから。嘘つきもいいところ、さすがに私も我慢できませんでした。応援なんて一度もされたことはありませんし、遊びだってバカにしてましたよね。いやだな、私たちなりの応援だったのよ。義母はまだ言い訳をしようとしてきました。私が亮太のお金目当てで結婚したと思ってるんですよね。これでもまだそう思ってますか？そんなこと最初から思ってないわよ。私や私の実家のこと貧乏人扱いして、早く離婚しろとまで言ってきましたよね。それはその、私が問い詰めると義母は言葉に詰まっていました。本当にそんなこと言ったのか？おじさんは私に聞いてきました。はい、何度も説明しても聞く耳持ってもらえなくて。おじさんは義両親をにらみつけました。二人とも本当なんだな。義母も義父も下を向いて、おじさんと目を合わせようとしませんでした。
いや、それは、その…二人とも、なんでそんなひどいこと言ったんだよ。義父は、とても言いづらそうにしていました。専門学校しか出てないって言うから、そんなに稼げるわけないと思って。はあ、学歴は関係ないだろう。おじさんが怒鳴ると、義父と義母は体がビクッとしていました。二人とも見損なったよ。クミさんとリョータ君に謝りなさい。ごめんなさい。義両親は小さい声で地面を見ながら謝ってきました。なんだよそれ。それで謝ったつもり。それでも大人かよ。自分たちが悪いのにちゃんと謝れないなんて親失格だよ。おじさんは義両親たちに怒鳴ると、振り返り私たちに向かって言いました。許さないでいいよ。こんな二人もう縁切りなよ。俺たちも縁切ることにするわ。え？おじさんも縁を切るなんて言い出したので驚きが隠せませんでした。もうみんな帰ろう。そうだ、この車乗せてよ。そう言っておじさんは私の車に乗り込んできました。もちろんいいですけど。義両親は玄関先でずっと立ち尽くしていました。今までの自分たちの言動に後悔でもしているんでしょうか。そして私はおじさん夫婦のことを家まで送ってあげることにしました。もともと良太との計画では義両親に車を自慢して見返してやろうという話でした。手のひら返して謝ってこようが何を言ってこようが、どっちみち義両親とは縁を切る予定でした。私の車を見て手のひらを返してきた時点でもう私は満足でしたが、おじさんのおかげでさらにすっきりすることができました。それにしてもおじさんまで一緒に縁を切るなんて驚きでした。本当に良かったのか聞いてみると、いいのいいの、勢いで言っちゃったけど、自分の家族が人のことを外面でしか判断できない人だったなんて許せなくてさ。おじさんはとても優しい人だなと感じました。よく知らない私のことをあんなにかばってくれるなんて、嬉しくて涙が出そうでした。あのあと義両親から何度か連絡が来ましたが、全部無視することにしました。義両親の話は他の親戚たちの耳にも入ったようで、誰とも連絡がつかなくなったみたいです。家族や親戚にも縁を切られ、今は二人で寂しく暮らしているようです。数ヶ月後、私たちは一軒家を建ててマンションから引っ越しました。もちろんそのことも義両親には伝えていません。おじさん夫婦とは今でも仲良くさせてもらっていて、私たちの家にもよく遊びに来てくれます。今は毎日穏やかで幸せな日々を送ることができています。春には娘も生まれる予定です。もちろんそのこともおじさん夫婦と私の両親にしか報告していません。